ずきんです。さあ今回ですけども、ソフトボールの試合で結果が出る人と出ない人の決定的な違いとはというテーマで話をしていきたいと思います。というのも、皆さん何のために毎日練習してますか？それは試合でヒット打ったりとか、いいプレーしたりとか、試合で勝つためにやってますよね。誰だって試合でいい結果出したいって思ってるはずです。でもなぜか試合になるとこうヒットが打てないとかエラーしてしまうとか、本当のね自分の力が出せないってね、こんな風に悩んでる方も少なくないと思います。実際に私の周りでも、練習では上手くて評判がいいのに試合ではなぜかねあんまり結果が出せない選手もいました。反対にですね、全然練習してない感じなのに試合になるとすごい結果を出す選手っていうのもいたんですね。なんで試合になるとそんな風に差が出てしまうのか、当時の私もめっちゃ不思議に思ってて、なんでかなってねめっちゃ考えてたんですよね。今回はですね、そんな私の経験を踏まえて、一体どうしたらこう試合で結果が出せるようになるのか、そのとっておきの秘訣を今回お話ししていきたいと思います。はい、毎日のね練習の成果を試合で思いっきり出せるようになりたい方はぜひ最後までご覧ください。はい、では早速試合で結果が出る人と出ない人との決定的な違い、それは何か。それはですね、結果が出ない人っていうのは結果のことばっかり考えてしまってるんです。結果が欲しいから、結果のことばっかり考えてしまうんですが、それだと結果って出ないんですね。私自身こう思い返してみると、結果が出ない時ってこう余計なことばっかり考えてるんですよ。例えば、次打てるかなとか、ちゃんとここで取れるかなとか、ここでエラーしたらどうしよう、なんかボール飛んできてほしくないなとかね、そんな風にまだ起きてないこう未来の結果ばっかり考えてるんですね。でどんどん緊張して焦ったりして、こう体がね硬くなったりして結局エラーするっていう、そういう感じのことを繰り返してました。それに対してですね、じゃあ結果を出してる時っていうのはどういう時なのかっていうと、余計なことはもう考えずにこう目の前のことにね、もう本当にめちゃくちゃ集中してる時です。例えば打てなかったらどうしようとかね、そんなことはもう1ミリも考えてなくて、どうやって打つのかとか、どうやって守るとか、このね目の前のことに集中してるんですよね。だからいい結果って出せるんですよ。それでさっきもねお話ししたんですけど、なぜか全然練習してないのに試合ではめっちゃ結果出す人っていたんですよ。で、本当にねよくサボってる感じなのに、なぜか代打とかこう大事な場面にこう出たらね結果出すんですよね。めっちゃ不思議だったんですけど、きっとねあれはもう本当余計なこと考えてないんですよ。私なんかすごいね性格的にすぐうわ大丈夫かなとか、なんかこう心配になっちゃうタイプだったんで、ああいうねこう余計なこと考えずにやれてしまう性格がめちゃくちゃ羨ましかったです。前にも動画でね上手い人の特徴っていう話をねしたんですよ。でその中で気にしないってあげたんですけど、まだその動画を見てない方は概要欄を貼っとくのでちょっとね中も見てほしいんですけど、でそれね、特に試合中は気にしないってめっちゃ大事なんですね。試合ってこう一球一球場面が変わっていくじゃないですか。その中でこう気にしてこうくよくよしたりして、こう悪い結果を想像したりしてもね何のメリットもないんです。気にしすぎて緊張して焦ってこう体がねガチガチになってしまったら、いい動きって絶対できないじゃないですか。体はね常にこうリラックスして体の力を抜けてる状態の方がよく動きます。なので試合で結果を出す人になるためにもですね、結果ばっかり意識するんじゃなくて、その過程を意識して行動していきましょう。過程ってどういうことかっていう、ここバッターボックスに例えば入ったとしたら、バットはこう上から出そうとか、守ってる時だったらここに飛んできたらこういうプレーしようとか、そういう意識がめっちゃ大事です。で結果っていうのはコントロールできませんが、その過程ならコントロールできますよね。なのでぜひね、その過程コントロールできる方を意識して試合で活躍できる選手になっていきましょう。はい、というわけで今回は試合で結果が出る人と出ない人の決定的な違いとはというテーマでお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最近よく見てるけどまだチャンネル登録してないっていう方はですね、ぜひよろしくお願いします。はい、ではまた明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。